悪者は見当たらない。マイルズとガン家の勘違いかも。マイルズ、着いたよ。でも謎のサファリ海賊団は見当たらない。そんな痕跡はあったのに、無駄足になっちゃったね。気にしないで、きっと見つかる。なんぽい捨て、ありえない。なるほど。どういうことだ。答えのありかに連れてってくれるかも。鳥さん頼むよ。あー、またぶつかる。このクローキングいけてるね。お家の中見せてくれる？やっぱりダメ？オッケー、それじゃっと。ごめんね鳥さん、僕だってこんなことするの気まずいんだけどさ、探し物があって発見。ああ、そこが君のお家。お願い鳥さん、話して。頼むよ。アトラクションのチケットは買ってないってば。やあ MJ、 僕が送った位置情報届いた？うん、古い食品市場みたい。オーナーが去年亡くなって、この前ビルが売られて、あんたこの買い手って町中でブロックごと不動産を買い漁ってた会社だよ。確かダミー会社のはず。先月記事を書こうとしたけど痕跡が消えて、話を聞いた人も消えたの。全員ね。遊んでる場合じゃないだろう。じきに出発するよ。こいつら何者なの？教えてクレイブン、何を探しているの？待った、スコーピオンとリーを狙うのはまだ理解できる。でもブラックキャットはコソ泥だ。なんで。お行儀悪いと優勝権になれないよ。おっと、ワンちゃん、猫ちゃん、ロボットちゃん。まずい。何を守ってたんだ。スコーピオンにマーティン・リーにブラックキャット、クレイブンはオールスターチームでも作る気？良い旅を。
これが貴様の切り札か。貴様は殺し屋だろう。貴様には心底がっかりだ。スーパーヴィランは狩りの仲間なんかじゃない、獲物だったんだ。フェリシア、セイリオ、彼が来るのにネットサーフィン？母さん、ネットサーフィンって言葉はもう死語だって知ってる？頼むから着替えて。分かったって、そのリップの色すごくいい。本気で好きなんだね。マイルズ？ほんとごめん。紹介はまた今度にして。マイルズ？愛してる。いた。パーリー、 MJ、 フランス語は全然ダメ。でも一応送って。オッケー。ワトゥームの杖とかいうものの説明書が入ってるな。ワトゥーム、調べてみる。待ってて。ハンターだ。どこにいるかつけてみよう。配置についた。捕まえるぞ。おちびのクモさん、遊びましょう。クレイブなんてどうでもいい。一緒にあの男を止めようよ。あなたはスパイダーマン。私がいなくても町を救えるわ。スパイダーマンの言う通りだ。自分が良ければいいんだね。ねえ坊や、私にも事情があるの。彼女がパリにいてね、私のせいで悪党に狙われてる。愛する人を守りたいの。助けに行かなきゃ、今すぐに。でもこの調子じゃ3メートルずつしか進めない。信用するなって言われてる。賢明だけど
自分の道は自分で決めるのね。持って、集中して、エッフェル塔と強く念じるの。Au revoir, Felicia. ありがとう。リーに合わせて。悪者の気配はゼロ。うん、近くに行って見てみる？無理だ。こんばんは。私はクエンティン・ベック、イリュージョンマスターだ。この二人は共同経営者のベッツィと技術アドバイザーのコールだよ。そしてこれがエンターテインメントの革命さ。やめとけって。素晴らしい、コール。勇気ある青年が今まさに未来へと旅立とうとしています。他に我こそはという方はいらっしゃいませんか？さあ皆さん、一緒に未来を拝見しましょう。大丈夫かい？うん、この通り心から謝るよ。故障の原因も見つけてみせる。だがそれまでは。マイルズ、一体何があったの？エンタメの未来にバグが発生したみたいでさ。ピーター、いいシャツ、靴も、ほんとかっこいい。っていうか、全部かっこいい。どうも、マイルズ。ガンケ。紹介する。親友のハリーだよ。海外から帰国して、研究財団の運営を始めたんだ。まった。僕一人でじゃなく、お前も一緒にだろ。どうも、よろしく。転職か。個人指導は、やめちゃうの？まだ決めてない。行く？ああ、ごめん。さっきので頭が混乱しててさ、帰ろ。オッケー。ハリー、また今度。なあ、またね。なあ、平気か？うん。ほんとごめん。後で連絡する。後でマイルズに連絡しよう。なんか心配。うん、だね。オッケー。いい子たちだね。人生最高の夜を一緒に過ごせなくて残念。ハリーの運転で絶対パース。そこのラブラブカップル、まだ見てないとこあるだろう。感じ、ここのメカニック、しかも人助けしてる。助けてくれてありがとう。かなり危なかった。やっぱりここはパスしてジェットコースターに行った方がいいかも。ナイス。無理しないで、怪我しちゃうよ。怪我するのはお前のプライドだけ。二人とも落ち着いて。
ああ、ごめん。やっば。わあ、びっくり。なあ、二人でちょっとイチャイチャしてこいよ。僕はユニコーンゲットしてくるからさ。ピーターすごく嬉しそう。変な話さ、二度目のチャンスをもらったのはハリーだけど、僕ももらった気分。二人なら最高のチームだね。記事更新された。一面に載せてもらえた。編集者に昇進だね。シャンパン買っときゃよかった。ハンターにスコーピオンに爆発で大惨事。新人の記事選んだんだ。そんな、MJ。すでに閲覧5000ビューだって。別の記事を書き直しか。ジョナの信頼を勝ち取らなきゃ。ねえ、いい記事書けるよ。いつもそうだろ。ありがとう。ああ、それと親愛なる隣人スパイダーマンの力があれば僕らもいいチームになれるはず。シャンパンは忘れちゃったけどさ。また今度ね。
説明してくれる？そっちこそな、スパイダーマン。分かってるって。その前に体から出してたあれ何？あれは治療の一環だよ。これは自己学習型のエグゾスーツらしいんだけどさ、あんなことできるなんて。待った、これってつまりこういうこと？僕らにはスーパーパワーがある。この力を使えば世界を癒せるんだよ。ごめん、まだ仕組みがよくわからなくってさ。なるほどね。そのスーツの実験ができるような最先端の科学ラボがどこかにあればな。みんな帰ったか確認する。後で来て。準備できたら教えて。